先週7頭推奨して、まあ、1着1頭、3着2頭、まあ、内容的にはもう1つだったんですけど、まあ、今週も頑張りたいと思います。まず土曜日、新潟7レースですね。スイートアゲイン、まあ、前走ダートで5着だったんですけど、まあ、走りっぷりからも芝の方がいいように思います。まあ、戦力は初めてなんですけど、むしろこのぐらいの距離の方が持ち味が生きるでしょう。新潟12です。ここはドリームジェダイ、6ヶ月半の休養明けなんですけど、まあ、この馬鉄砲を走りますし、まあ、前走の東京の勝ちっぷりがすごく良かった、まあ、左回りなら、まあ、いきなりでも走ってくれるでしょう。新潟8ですね。ここはダイヤゴナルクロス、芝が初めてなんですけど、まあ、前々走の未勝利の勝ちっぷり、まあ、ダートの不良ボールだったんですけど、すごく良かった。まあ、走りもものすごく軽い走りしてますね。むしろ芝の方が持ち味が生きると思います。ここは人気がないですけど狙ってみたいと思います。新潟9レース、ここは桜ダムール、まあ、休み明けなんですけど、まあ、前走未勝利勝ったばっかりで、でもその勝ちっぷりは楽勝でした。まあ、終始持ったままあっさり突き抜けてしまいました。まあ、500万でも十分に通用するでしょう。新潟11です。まあ、新潟記念です。まあ、荒れる重賞なんですけど、ここは思い切ってサンシャイン。まあ、前走休み明けで、馬体がかなり増えてました。まあ、これはいい傾向ですね。レース内容もですね、追っていまいち伸びない馬がね、すごく切れて、メンバー中最速の上がりを使いました。馬が変わっています。52キロの軽半で一発に期待します。続きまして、小倉3です。ここは栗の琴ノ王ですね。なかなか勝ちきれない内容なんですけど、まあ、前走にしてもね、まあ、前の馬が下がってきてちょっとさばくロスがあった内容で5着、まあ、あまり人気がないようですから、ここは2着3着狙いで狙ってみたいと思います。函館6です。スマートオリオンですね。まあ、連投になりますけど、まあ、前走の勝ちっぷりはすごかったです。まあ、500万でも楽に通用するでしょう。まあ、荒れた場も気にしません。ここは連勝に期待します。今週はこの7頭。